はい、住んで埼玉です、はい。本日はゲストをお招きしてます。ゆうまです。お願いします。どうも。僕が周平って言うんですけど、僕の弟で、男4兄弟の僕は長男坊で次男坊。はい。で、平成元年生まれで3年の代。そうですね。なんで、今年31の年。で私が33年と。いうところで、弟と話せればなと。今、商社に勤めてて、海外駐在して、コロナもあって、2年ぶりに帰国。まあ、1年ぶりか。1年ぶり?いや、2年ぐらいだとは思うけど。まあ、だったらちょっと動画撮るかっていうので、今回してますと。で、今日のテーマとしては、埼玉で生まれ育った僕たちというところで、埼玉で生まれ育ってどうなのかっていうところと、まあ、岡野家。まあ、岡野周平って言うんですけど、岡野家どうすかっていう話と、はいはい、まあそこら辺、多分お互い埼玉を比較的客観視できてるタイプの人間なんで、うん、埼玉で生まれ育って埼玉を出て、で埼玉をちょっと戻ったり、で埼玉をこう近くからも遠くからも見てるみたいな、っていうところで埼玉について話したいなと思います。じゃあ。めっちゃ喋るわ。はい。じゃあ、ゆうまさん、簡単に自己紹介を言える範囲でお願いします。すんたまの弟で、次男のゆうまです。ちょっと正直、これ僕出るメリットほぼないんですけど、まあいろいろなんか不都合あるかもしれないですけど、うん、まあとりあえず、すんたま、がもっとこう信頼度高いような媒体になってほしいとか、あとはまあ PR の一助になればなと思って、はい、ありがとうございます。参加させてもらいます。はい。周平を近くからずっと、すんたまですね、すんたまを近くからずっと見てた人間なので、まあいろいろ、そういう観点では、なんか面白い話できるんじゃないかなと。そうですね。まあ特に打ち合わせもなく始めてるので、あと何本か撮ろうかなとは思ってるんですけど、で一旦、今回のテーマとしては、埼玉で生まれ育った僕たちと、うん、して、ユーマとしては、埼玉で生まれ育ったわけじゃん。うん、まあ、僕たち、埼玉県鴻巣市。で、鴻巣市の中でも、外れの方の、自営業の工務店のせがれなんで、うん、そうね。まあ、比較的特殊な空間で育ったんだけど、うん、ユーマとしては、あの場所で育って、あの家族に育てられて、うん、今自分があって、どうなんですか？いや、まあ、まあ結構なんだろう、その鴻巣で育ったとか田舎で育ったっていう経験が、まあ、仕事に生きるなっていうのはまああるかなと思います。なるほどね。それは何？さっき打ち合わせじゃないけど多様性みたいな観点。そうね、多様性とか、まあ、特に周辺も僕も、中学はね地元のそうっすね。中学。西中だろ、西中。西中通ってたんだけど。懐かしすぎて。こうなすぎ名前出なかった。そうそう。まあだからそういうところで田舎だし、埼玉で田舎ってなってくると、うん、まあなんかヤンキーもいればマイルドヤンキーもいれば。ヤンキーじゃねえか。あとは、あとはスポーツだけできるとか。っていうなんかいろんな人がこういる中で、育ってきたっていうのはまあ一つ。そうだね。その都内の育ちいい人たちとはまあ、違ったところがあるんじゃないかなと思うけどね。それはあるね。うん。まあ、あとね、埼玉県内でもね、違うから。そうね。例えば今収録してるのが浦和の事務所なんだけど、うん、浦和近辺の学校のやつらと、鴻巣のやつらやっぱ違う。ティアワンでしょ？ティアワン。浦和はティアワンなんで。埼玉ティアワンなんで。鴻巣の僕らのとこは、ギリティア2で、下手したらティア3みたいな。まあそうね。ティア3だろ。ティア3。鴻巣は。北鴻巣区に関してはもうティア4ぐらい。ティア3まででカウントしてんだよ。そうだ。そう、だから、鴻巣の中でも外れの方なわけ。そうね。うちが。で、鴻巣の駅前の鴻巣中学校とかだったら、ちょっとまた感じが違うかもしれない。うん、なんか、鴻巣駅前育ちとかだと、鴻巣駅前マンション暮らしとかだったら、案外僕らの感じって育ってない気がする。いや、そうね。うん、なんか、もうまず、駅徒歩45分だから、ね。そうだね。うちの実家。しかも、Google マップ45分だから、しっかり歩いて45分だから。1時間ぐらいかかるから。だいぶかかるっていう。そうだね。確かに。そうね、いろんな経済状況とかね。そうだね。いろんな家庭環境の人がいるからね。でも一方で、案外、そのめちゃくちゃ教育熱心とか、なんか勉強できる子らも一部はいるというか、うん、
だから結構俺コウノス日本の縮図説があるんだけどど真ん中なんじゃないかっていう全部詰め合わせたらバラエティセットみたいなだいぶ上から下までそうそう、うん、確かに上の人もやっぱいるしね。いるよ。所得すごい高くて、うん、あのいい大学行ってるなとか、うんうん、そういう家庭もあるし。いるよね。いるいる。そう。まあ、だからこそ、なんだろう、そのみんなこう下っていう感じじゃないから、ある意味いい、なんだか競争原理とかも働いて、そうそうそうで、あとはいろんな人がいるから、こう、そういう多様性を受け入れるだったりとか、うんうん、なんかそういう意味でいいんじゃないかなと思う。そうだね。だから特にその、鴻巣で生まれ育って、まあその徒歩45分はきつかったけど冷静にねチャリでさチャリで12分ぐらいかかるじゃん、うん、それはきつかったけどまあ掃除でまあ良かったかなと。そうだね。でも明らかに僕ら兄弟が恵まれてんのは金銭的なことでチャレンジを阻害されたことがないっていうのはそれはある。これはねマジでね普通だと思ってたけど、うん、いや無理だなと、うん、普通なんか特段そんなにめちゃくちゃ富裕層なわけでもない。ではない、ではない、うん。でもとりあえず教育にかけるお金に関しては、うん、相当親は、しぶらず使ってきたんだろうなっていうのを、うん、まあなんか最近特になんかよく思う。うん、すごい感謝してる、ね。そうだね。それはあるな。うん、一回、四男坊か三男坊の学費がキャッシュ足りなくて、金塊売ったって聞いたよ。マジで。俺、それ知らない。マジで。わかんない。いつ買ったんだろう、最近。死んだおじさんが言ってて。金塊売ってひねり出したらしいっていう。でもなんか、その頃に、すごいちっちゃい頃に、なんかバリ島行った時に買った銀の像も、あれもなんか売られてなくなってた。純銀の像ちょうどなんか、うちの親父の会社がまだバブってた時代に。買った銀の像がなくなってたっていうのはあったけど。だから多分ね、埼玉で生まれ育ったというか、鴻巣の岡野家っていうところで生まれ育ったことが、うん、その源流が大きすぎて、ちょっと埼玉の話にはならない、うん。確かに。あんまり参考にはならないかもしれないけど、まあこういう家庭があるんだなぐらいな感じで。まあただね、なんかその東京も言うて、俺らが中学校の時の湘南新宿ぐらいあったし、うん、新宿とか渋谷までも言うて1時間で行けちゃうから。うん、で、ドアドア1時間半で東京に行けちゃう。っていう、この距離って、これはね、埼玉ならでは。鴻巣ならでは。はいはいはい。で、なんか、鳥さんとかはさ、鳥さんいるんですけど、鳥さん福島の出身じゃん。福島です。東京っていうのがさ、はい、新幹線確かに繋がってるかもしれないけどさ、はい、物理距離クソ離れてるじゃん。めっちゃ遠いです。300ぐらい離れてる。そうだよね、うん。そこはなんかちょっと違うかも、うん、確かにね。だから、その都心距離も程よく、うんうんうん、そう、東京が憧れじゃなくて、うん、リアルに感じられる場所ではある。っていう。うんうん、そこの距離感っていうのが、すごい、絶妙だなっていう。そうだね。なんかまあ、子育てとかっていう観点で言ったら、まあ、だいぶありなんじゃないかな。いや、ほんとに。県北。県北？うん。まあ、鴻巣はね、一応、厳密に言うと県北じゃないんだけどね。あ、そうなんだ。俺が決めたんだけど。お前の都合で地下あげようとするんだ。県南なんだよ。鴻巣が県南。謝れ。鴻巣あげようとかに謝れ。あげようは思いっきり県南だから。県南だ。あげよう下手したら川口になったら県北って言い出すんだけど、あげようは県南だと。俺賛否あると思う。まあまあまあ。まあでもなんかその、ちょうどいい、まあ県央かな、まあ真ん中 ね、県央エリアっていうのが、ちょっとした飢餓感が、こう、あるエリア。そうね。程よい、僕は程よい飢餓感と言ってるんだけど。うん。まあ、野心を持ちやす、程よい野心みたいな。で、地元に、うん、地元を確かにお世話になったから、愛情、地元に対しての愛着は多少あるけど、うん。なんか、固執はしないじゃん。固執はしない。とりあえず、外には出ていきたいみたいな、そういうなんか注意病的なところもあったりとか。これがね、例えば藤沢とか、木更津とか、都心距離は同じ、鴻巣と同じような場所でも、なんか地元が好きすぎるとか、はいはい、海とか自然とか、なんかあったりすると、そうね、なんか俺はここで生きるんだみたいな感じになるかもしんないけど、その鴻巣北本桶川らへん。観光資源もねえし。観光資源もねえし。海もねえし、山もねえし。だから勉強して成り上がらないといけないみたいな。それ以外ないんだよね。それ以外ない。うん、いやそれが、なんかこの飢餓感。てか満足が少なくとも満たされない感じ。うん、っていうのあったから、だから高校受験の時も、
その早稲田本庄とかも行く可能性あったんですけど、うん、行きたくなくて、そのもう北はいいみたいな。コーノスで十分北なんのに、もうそれ以上行きたくないなみたいのもあって、で南の方の学校に行ったっていうのはありますね。はいはい、はい。より都心に行きたいみたいな気持ちだった気がする。でちょっと自己紹介は、さっき言ってないけど、ユーマ立教ニーザ、うん、で高校から、だからその県南部の方に電車でね、俺も式だったから1時間15分から20分ぐらい、うん、そうね、かなりかかるし、乗り換えが確か2回か3回ぐらいだった気がするんで、 それに通いながら、ね、高崎線乗って、あれか、武蔵野線乗り換えて、高崎線から武蔵野線には乗り換えない、乗り換えない高崎線、埼京線、うん、武蔵野線だ、そうそうそう、で、新座に行く、で、もしくは、朝霞も、なんか、朝霞台な。朝霞台で乗り換えて四季に行く。いや、もう、覚えてないな。なんで覚えてないんだよ。めちゃくちゃ覚えてる。朝霞台か。そっか。はい、北朝霞、朝霞台が一合体してんの。そうだったね。はいはいはい。そっちまで行って、うん、高校生活は何？初めて高音素出たわけじゃん。ね、まあ、出たわけじゃない、うん。通ってたから出てないけど。うん。高校生活っていうのはどういう3年間だったわけ？いや、高校生活は、とりあえず、まあ、新しい体験がいろいろあったんだけど、うん、高校受験、まず失敗してるっていうのが大前提で。早慶行きたかった。そう。早慶にまず行きたくて。そう。だからなんか、初めはまず乗り気じゃなくて、で、なおかつ朝から行とか、ね、降りると、あの、東口に行くと京王式で、四季駅な、四季駅。あ、四季駅。四季駅で、東口に行くと、慶応で、で、西口に行くと立教に行くみたいな感じで、もう初めはそれを受け入れるのに、だいぶ半年ぐらいかかって。マウンティングあるからね、慶応。マウンティングがある。明らかに立教の方がブレザーかっこいい。なぜか慶応の学ランがかっこいい。かっこいい。慶応ばっかあいつこうやって見せて。見せて。ロゴが見えるように歩いてるみたい。あれはね、ほんとね、悲しいなっていうのあったんだ。ああ、でもそれ結構大きいかもね。それがあるね。で、まあその勉強も結構頑張って高校受験をやって、まあ結果そうなったから、うん、まあ、ちょっと正直そっからもう兄貴と差別化していくしかないなみたいな。これはね結構たびたび話してて、そうね、その4人いるとね、その生存戦略合戦なのでどこに一つとポジションどこにポジションを取るかっていう、でなんか僕がなんか勉強は多分ずっと一番できたんだと思う。うん。4人の中で。まあそうね。そう。くしくも。うん。で、慶応式に入って、まあ僕もギリギリだけど補欠50何番とかで入ったから、まあ結構ギリギリで入って、でもお兄ちゃんが、の高校生活を見てると、あれなんか楽しそうみたいな。うん。なんか俺も付属校に行きたいみたいな感じに全員になって、全員結局付属校に行ったんだけど。そういえば確かにそうだね。そうそうそう。で、そう、ユーマは立教ニーザ行って、俺と明らかになんか違うことをちょっとずらしてやっていることを薄々気づいていたっていう。それはある。まず高校、うちの家系って全員サッカーやってる。そうだね、そう。4兄弟。そう、4兄弟サッカーなんだけど、でもそこからずらしてまず柔道やる。高校から柔道やる。高校から柔道やるっていう。そしたら、その高校の柔道が結構練習厳しすぎて、ほぼ週7練習みたいな感じで、なんか、もう入った途端思ってたんと違うってなったんだけど。ガチ。そう、マジガチで。朝練とかも、なんか、ぬかためっちゃ寒い中。ぬかたってコーノスの僕らのエリア。コーノスなんですけど、寒い中、さっき言ったみたいに、自転車でも15分駅までかかるんですけど、寒い中、なんか朝、日が出てない中、朝練までぐちゃぐちゃして、そっから電車3回ぐらい乗り継いで行くみたいなやつをほぼ毎日やってて、本当に結構辛かったんですけど、まあでもなんかそういう感じで、まあ、その部活とかなんかやることをちょっとずらしていこうかなみたいな、まあなんとなく、だから今思うと、あ、そういうことだったんだなっていう。振り返るとね。そう、振り返る。自分の行動に一連の理由があったというか。一連の理由がなんかあったんだろうな、みたいな。生存戦略で。そうだね。僕はサッカーやり続けてて、みたいなところがあって、うん、で、俺が覚えてんのは、なんかもう高校ぐらいの時から、なんか英語をやってた気がしてる。
はい、特に後半英語は何ずっとやってたわけ？いや、そういうわけじゃなくて、うん、まず付属校で、で、さっき言ったみたいに部活ずっとやってたから勉強とかもほとんどやってなくて、で、まあ、付属校って一応学部選べる、うん、ああ、選べる、まあ、一応その序列とか成績順でしょ、成績順に選べるあるんだけど、まあ、普通に真ん中ぐらいで、あで、まあ基本的には行きたいところ選べるぐらいな感じだから、いろいろこう学部とかってあるんだけど、うん、英語がその時すごい一番苦手で、うん、あ、そうなの、そうそうそう、一番苦手で、でもなんとなくちょっとこう海外に対する憧れっていうのと、うん、あとはまああの周平兄とかも、うん、あのそういう英語系進んでないから、うん、さっき言ったさ差別化戦略で、まあちょっと自分のポジションとしてこっち取っていこうかみたいな。英語というマスは俺が埋めるぞ。そう。だからなんか自然とマーケティングちゃんとできてるから。ああ、そうだね。そうそうそう。ポジショニングをしっかり取れてたっていう。でもさ、それはね、もともと英語っていうのに抵抗はなかったわけ。抵抗が、まあ、あったんだ、うん。まあ、そもそも全然喋れなかったし、で、大学入った時に、その英語系の学部に入ったんだけど、クラスが16クラス分かれるんだけど、あの、初めテスト、一生懸命頑張ったんだけど、一番下の16番目のクラスで、で、しかもその、なんか大学の中で、その、1から15番目のクラスだけは、なんかすごい新刊みたいなところできるんだけど、16番目のところだけアネックスみたいな。あ、それ立教大学に入った後なんですか？そうそうそう。の異文化コミュニケーション学部でしょ？そう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 。16クラスあって一番下だったんだ。え、16クラス。それ一番最初のペーパーテストでダメだったってこと？そうそう、そもそも。だからそんぐらいやっぱ英語は全然できなかったんだけど、だから初め、大学1年とかは本当に、大変だなって感じ。異文化コミュニケーション学部っていうのはもう完全に英語をたくさんやる学部なんだ。まあ基本的にはそう。英語プラス、あとは第二外国語。スペ語とか何やってるの？スペ語とか。僕は中国語やってたんだけど、まあ全く喋れないし、まあまあ、全く書けないんだけどさ。で、あとはなんかまあそういう異文化コミュニケーションについて、学んでいくみたいな。まあ、他者理解だったり、多文化理解だったりとか。そうか。うん、だからそういう語学っていう面だけじゃなくて、いろいろそういう文化の理解っていうところ、なるほど、リベラルアーツとかそういうのも含めて、まあ、総合的に学んでいって、まあ、グローバルな人材をこう輩出していくみたいな感じの学部。新しくできたんだよね、ちょうど。そうだね。僕が確かね、3期生か4期生ぐらいだったの。かなり外部から入る人は結構優秀だった。本当にそれこそ多分総計とかもいけるぐらいレベルの人がやっぱ多かったなぁとは思うんで。なるほどね。まあ、僕内部だからもう全然できないから。なのでもう一番下の。そういうことね。16番目のクラス。なるほど。そしたら高3の時に学部選択をした時点で、うん、大学 2,3 年で留学に行くことはもう確定してたわけじゃん。もう確定してたね。あ、だからもう高3の時で、まあ、ある程度そういうもんだってなってたわけだ。なってた、なってた。半年は少なくとも行くわけでしょ。半年は行くね。うん。で、それ以上半年じゃないな。うん、ごめん。4ヶ月とか。あ、結構短期だよ。4ヶ月だけなんだよ。そうそうそう。マストとしては、ね。うん、そうそうそう。そうだったね。なるほどね。うん、それもあったから、それに英語。で、ずっとやって、うん、基本なんか俺が僕別なんか確かにコウノスの家にいたけど、もう高校大学生になるとその絡まないから、うん、基本的には、うん、そうね、そんなに、うん、で何をしてんのかもうよくわからない、うん、なんかもう話すのがこっぱずかしい感じ、うん、別に話すこともない、話すこともないし、ね、うん、実家にいたとしても別になんか、うん、そういう話になるんだ、話になんない、うん、別に。だから俺がなんかなんとなく印象に残ってるのは、課外活動とかサークルじゃなくて、なんか普通にちゃんと大学の授業だったり学部のことをやっている印象だった。まあそうだね。課外活動とか、まあサッカーサークルとか入ったんだけど。最初だけでしょ。うん、シンプルになんかモテるからみたいなとか、なんか可愛い女の子いないからみたいな。そういう感じで入ったんだけど、まあ、結局そんなサッカーそもそも上手くないし、で結構ガチなサークルだったし。ああ、立愛な。そう、立愛。いいの？いいのかどうかわかんないけど。でもとりあえずもう本当、遊泳部員兼、あの飲み会だけ盛り上げるみたいな。その素質はあったから、とりあえず。かろうじてポジションあったみたいな。そう。で、別にサークルそんなやってないでしょ？サークル全く行ってなかった。本当に飲み会だけで、何もやってなかったから。だから大学の学部のやつらでしょ？やつらと大体絡んでる。そうだよね。そ
そう、まあ、それがその確たる大学生活だとは思うんだけど、僕はなんか別に大学の学部とかも別にそんなに勉強もしてないし、うん、ほとんど俺は逆にサークルの方、うん、まあ最初は理工体でサッカーサークルやってて、でその後に英字っていうイベサ、はい、そっちの方をめちゃくちゃやってたから、うんうん、そのイメージや、ね、そう、だからあんまり俺は大学の時に何か学問としてなんか成したものはなくて、うん、だからユーマの方はどっちかっていうとちゃんと真っ当にやった気がする。うん、まあなんかぶっちゃけでも、もう大学1年とかは結構暗黒時代だった、ね。あ、そう、うん。まあなんかさっき言ったみたいに一番下のクラスだから、あ、まあ、そもそもみんな新刊で受けられてる授業をなんか我々だけ、休刊休刊のなんかチャペルみたいな。なんでみたいな。なんで立教のこのいい立地で、うちらだけここなんみたいな感じでやってたから、ね、まあもうそれにキャッチアップするのにとりあえず必死だったって感じだよね。そうそうそう。だからそんなね、なんか、綺麗事ではなくて、本当にキャッチアップするのが難しかった。帰国子女とかも全然いたし。ああ、そっか。うん、もうそもそもネイティブみたいな人がやっぱ多かったから。なるほどね。その中でやっぱ授業ついていくとか単位取るっていうのが、まあなかなか難しかったなっていうのがある。うん、で、大学2年の後半から行ってるわけでしょ。そうね。2年生だったと思う。2年の後半から。夏ぐらいか。とりあえず、そう、うん、短期留学で。コロラドだろ、コロラド。コロラドに行って。そうそうそう。で、でもその時も、まあなんかやっぱり、1、2年でキャッチアップちょっとはしたとしても、うん、まあ、全然喋れるレベルではなくて。うんうん、で、もうとりあえず、その、留学行く前とかも、うん、まあ、留学中とかもめちゃくちゃ勉強は頑張ったの。自分なりにね。そう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 。で、後半の方、案外、あ、もしかしたら喋れるかもしんないみたいな、なんかそういう希望が若干出てきて。コロラドの行った後半でってこと？そう、コロラド行った後半で、あ、喋るかもしんないっていうのと、あとはなんか、一番最初の話に戻るけど、うん、そういうさ、多様性みたいなところって、うん、結構そのコードスで培われたその柔軟性多様性を受け入れるこのなんか自分の特徴みたいなやつが結構それ海外でもやっぱ通じて、ああなるほどね、そうそうそう、 あなんかあのやっぱみんな同じ人間で、うん、やっぱ人種とかも違うけど、なるほどね、そうそうそう、結構なんか素のままの自分で割とみんなと仲良くなれる、なるほどね、でなそれがねどんどんすごい楽しくなっていく、なるほどね、うん、で最終的に今4ヶ月終わるんだけど、うん、でただ終わるタイミングで、うん、この英語力ってそのビジネスで通用するぐらいあるかなっていうところを考えたら、うん、まあそこまで行ってなくて、うん、であとはなんかその一緒のルームメイトがアメリカ人の、うん、イケメンのやつだったので、うんうん、そいつが最後なんかあの手紙をなんか僕にくれて、でそんでまあ、ユーマとは、なんかすごい楽しい時間過ごせた、みたいなことが書いてあったんだけど、一番最後に、ただその言葉のバリアがあって、なんかお互い理解し合えなかったのが、すごい、ちょっと、切なかったっていうか、悲しかったっていうか、なんかもうちょっとなんかうまくできたんじゃないかなとは思ったみたいなこと言って、なんかすごいもうそこで、うわーみたいな。もう一回なんかそっからちょっと留学もう一回親のすねかじりたいなっていう感じになって。なるほどね。そうそうそう。で、そっから、あの、帰国して、もうすぐ、うん、次の留学、うん、1年間の留学を、うんうんうん、あの、受けるために、なんか、トイックとかトフルとか。トフルとかね。そっから改めてまた勉強して、で、それで1年休学して、まあ、留学行ったっていう感じだね。そっか。そうそうそう。だから、4ヶ月の、その、絶対に行くのを経て、またさらにやりたくなって、うん。うん。そうね。で、休学して、だから、交換留学じゃなくて、休学して普通に自費で行ったっていう話でしょ。そうそうそう。学部関係ないってことでしょ？学部関係ない。うん、単純に、親をすねかじったっていう。単純にね。感謝してる。確かに。うん。しかも、立教ってね、そもそも学費高いんですよ、そういえば。そもそも。そう。立教のくせにというか。いや、マジで。立教のくせにっていうか、もう、あの、コードスのくせに、立教行って留学行くなっていう。そう。いや、マジで、あの、他の私立の理系ぐらい費用かかるから、立教って。いや、まあ、慶応もそう。違う違う違う。一番立教は高いの。本当に。これマジで。その、学費高いマウントみたいな。別に。どっちでもいい。どんどん。まあ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 。それで、1年留学行って、あれだね、ユタ州だね。そうね。そう。ソルトレイクだ、ソルトレイク、はい、うん。
に1年、丸1年、10ヶ月。いやー、そうだね。2セメスター、まあ、10ヶ月かな、うん。10ヶ月ぐらい、今回行かせてもらって、そうだって感じ。うん、あれだから4月春に始まって冬で終わるってことじゃなくて秋に、ね、秋スタートの4月5月終わりって感じだった気がする。あー、うん、なるほどね。そんな感じ。ユーマがそのいわゆる大学3年の時に行ったわけじゃん、休学してるけど。そうね、はいはいはい。で俺はその時に一回慶応のね、いわゆる5年生やってて。ああ、はい。まあ、分けあり。分けありで。分けあり5年生やってて。はい、ちょっと、ほんと、クソ兄弟すぎるんだけど。いや、別に俺は、重厚な理由で。俺は普通に単位取れなかった。留年してるから。俺も、その大学5年の楽天に入社するギリギリの時が、暇だったから、うん、てかまあずっと、俺もフィリピン留学4ヶ月行ってたり、でさ、その後に3ヶ月ぐらい、アメリカとか、東南アジア巡ってて、大学5年生のうちの半分以上は海外に僕もいたんですけど、でその時の旅程の中に、あ、なんかユーマいるんだったら、まあ、なんかユタの方行くかと思って。そうね、一回来たね。そう、ラスベガスで遊んだ後に、あのバスな、グレーハウンドかなんかのバスの、はいはいはい、ユタに行って、で、5日間ぐらい泊まったんだよ。そうだ。で、それが、うちの寮にね。そうそうそう。泊まってたわ。そう、うん。で、2月に行ったんだよ、俺。2月の中旬か後半。めっちゃ寒いよ。そう。めちゃくちゃ寒くて、うん、だから僕なんでさ、秋スタとか聞いたのが、要するに留学の終盤に行ったんだよ、俺。はいはいはい。ユーマがもう帰国する2、3ヶ月。確かに。だから、俺行って、でも本当にすげえなって思ったのが、僕とね、性格結構違くて、僕はなんかあんまり、言うて陽キャじゃないんですよ。でこいつは思んないことを満勤でできるというか、そう、ね、全力で思んないことできると。で、俺それがすげえなと思ってて。褒められた気がしない。全く。いや、本当に。俺思んないこと言いたくないみたいな。ちょっとなんか、ちょっとなんかちゃんと質の高いアウトプットしたいみたいなタイプなんだけど。俺はもう基本的には数打ち当たる。数打ち当たるみたいなタイプ。そういうパターンだからね。そう。あ、寝やか、陽キャ。寝や、数打ち当たる。そう。みたいなタイプで、まぁ、ちょっとね、そういうやつのことを、こういうやつはバカにするわけ。そうね。思んないみたいな、うん、感じなんだけど、そこの留学の時に行って、で、週末なんかホームパーティーみんなでやるから来いよって言われて行って、で、その時に、なんかその南米系、アフリカ系、まあアジア系、もう20人ぐらいいる中に真ん中にいて、で、タケノコニョッキゲームを全員でやってて、で、そのルール説明から、へー、で、全部、わーってやって、で、それで全員やって、で、被ったやつに飲ませるみたいな、一連を全部仕切ってて、あ、これって普通できないなと。てか、日本人でできる語学力も、これってね、これ、このタケノコニョッキゲームは、これすごいなっていうのがね、3つすごい理由が。語学な。まず語学。タケノコニョッキ。まず語学。あとリーダーシップ。とエンターテインメント。この3つが揃っている人材って、じゃあ日本にいんのかと。言った時に、異例だと思って、これはすげえなって俺本当に感動したんだよ。ああ、そうなの。あの時。俺初めてこんなに褒められた。そう。あれはマジですごいと思った。語学できるやつはいるし、いるんだけど、その三つが合わさるということが基本的にないから、あ、これは能力だなと思って、初めて負けた感をね、味わったね。ユタで。まあだから差別化戦略がちゃんと。花開いた瞬間。花開いた瞬間。バンブーバンブーゴインナップとか言って。タケノコじゃない。そう。一応ちゃんとそこもアジャストしてる。一応ニョッキリって言うから。それがニョッキリだったけど。これね、でも俺はなんかユタに行って、で、弟がそういう、で、すげえなと思うとこあったけど、まあ、語学力が合わさると、あ、これはすごいな、というようなところが自分の覚えていることでした。うん、で、就活戻ってきて。そうね。就活。まあ、戻ってきてっていうか。向こうにいる時もボスコンとかで、ボストン。ああ、ボストンキャリアフォーラム。キャリアフォーラム。うん。でも、ああいうのはね、実際ボスキャリだ、ボスキャリ。うん。でも結構友達とかでボスキャリで、普通に泣いてもらってたりとか、もう、かなり早い段階で就活決まる人とかいたりとかしたんですけど、うん。うん、でもね、僕は行ってなくて、で、なんとなく、まず留学先って結構、あ、僕今商社行ってるんですけど、うん、留学先って商社の人が海外駐在とか語学研修とかで大学にいたりとかすることがよくあって、
で、まあ、ある会社の、その、商社の人が、うん、その、大学に一緒にいて、で、その人たちによく遊んでもらったりとかした、うん。あ、そうなんだ。そうだから、その人たちは30前後ぐらい。ね、もうちょっと若かった。27とか8ぐらいで来てたから。じゃあ、ちょっと身近には感じれるよね。そう、身近には感じれる。で、まあなんか、まあいわゆるその商社乗りみたいなやつだったりとか、うん、まあなんかそのすごいコミュニケーション能力もすごい高いし、うん、まあ面白いし、うん、あなんかまあその、あの仕事の話もたまにしてくれたりとかしたんだけど、うん、まあ、単純になんか、うわ、かっこいいなみたいな、いいなみたいな思って、そっから結構その商社行こうっていうのは、その時に思ってて。なるほどね。だから、留学終わってから考えたっていうよりは、まあ留学してる最中に、うん、ああ、やっぱなんか、あ、商社って全然知らなかったけど、もしかしたらいいかもしれないっていうので、就活して。なるほどね。うん。だから、アメリカから戻ってきて、うん、もうしばらく就活が始まってって感じでしょ。そうね。うん、で、あとはもうなんか、商社にじゃあ入りたいってなった時は、もうなんかじゃあそのネタをどんどん探さないといけないなみたいな。あ、うん、はい。なんかそういう感じになって、で、とりあえず、まあ、トイックちゃんと取らなくちゃいけないとか、うんうん、まあそもそも立教から行くって結構難しかったりするから。そうなんだよ、ね、そう。だからなんかそういう素材集めみたいな。とりあえず武器集めて、ちょっとそれで頑張って、面接受かれればな、みたいな感じだったから。だからまず留学行って、で、あとはそのトイックめっちゃ頑張って、とりあえずまあ900以上は取る、みたいなやつ目標にしてやったりとか。あとは終わった後に、フィリピンでインターン。行ってたね。うん、いや、なんか、海運会社で、インターンをさせてもらって、言ってたわ、そんなん。言ってたわ、お前。そうだわ。そう、とりあえずそこで、なんか、学歴を、なんとなく、こう、下駄履いて、学歴にプラス、アルファの何かを、どんどん集めていくっていう作業をひたすらしてた。そうだね。って感じかな。いや、マジでね、その、いわゆるマーチ、明治とか立教とか、中央学とかから、大手の商社って、いないでしょ、だ同期で。いや、いるいるいる。全然いるんだけど。少ない。うん。まあ、なんか、例えば、その、なんだろう、部活をやってたりとか、あと結構特殊スキルがあったりとか、まあ、何かこう持ってないと結構厳しかったりとかする。うん、一般人なかなかむずいっていう。一般人はなかなかむずいような感じなのかなと思うけど。そうだ、別になんか、まあ、入ってるとこ別にそんな最大手みたいな感じじゃないんだけど、でもやっぱそれでも、マーチとかってなってきたら、なんかやっぱプラスアルファないと。そういうことだね、うん。厳しいっていうことが多いかな。だからゴールに対してのギャップを認識してそれを埋めるというような感じ。そうそうそう。それをひたすらやってた。なるほどね。うん、今回ご縁あって働いてる会社の面接とかはどうだったの？面接は、そもそも ES か。あ、ES。ES なんだけど、うん、あ、まずね、面接俺、なんか ES 持ってくはずだったんだけど。忘れたの？最悪じゃん。やばっ。いや、ちょっと、なんか人事の人に、もうなんかもう正直に、すいません、ES 忘れたんですか？そんなやついねえだろ、マジで。で、なんかそしたら、すごい優しく、あ、じゃあそしたらちょっと、すぐ近くになんか書く場所あるから、それで書いてきて。ES を？すいません、つって。で、そんで、そっから ES めっちゃ書いて。マジで？バーって。15分ぐらいで。ああ。書いて、で。早くないって書いて。その時は ES っていうか、ES 自体も出してるんだけど、なんか、その自己紹介。あ、シートみたいな。ペーパーのシートみたいなやつでさ。なるほどね。で、その後、グループディスカッションがあって、で、面接、集団面接が確か1、2回ぐらいあって、最終的にまあ、役員の面接で終わるって感じ。なるほどね。そうそうそう。もうステップ踏んでいるときに、うん、多分入れるかなっていう感じで受けてたの。そうだね。今入らさせてもらってる会社は、うん、うん、ちょっと自信あったから。へえ。まあそう、うん。まあもちろんその商社受ける人って、うん、まあ基本的にはそのこだわりない人が多いから、全体受けるんだけど、うん、まあ相性がやっぱりその会社によって違ったりとかするから。なるほどね。確かにそういう意味で言ったら、あ、なんか。こう、面接で話してる感じ噛み合ってるなとかっていうのは思ったかな。なるほどね。うん、じゃあ、ご縁あって入れてっていう。そうね。ご縁あって入らさせていただいた。あと、キーエンス内定もらってたじゃん。そうだね。キーエンスももらってた。で、最終的に、でも、その商社受けたいっていうのはもう伝えてて、
で、ちょっと待ってくれるっていう話で。ただ、やっぱキーエンスすごい、営業すごいからこそ、そうだね、その断るときもちゃんとリズメされるっていう。断る理由そう、断る理由をちゃんと言わないといけない。あ、もちろんそのなんか、ね、その詰めてくるって感じではないんだけども、でもただ、あの、こういう理由で、あの、こっち入りたいと思ったんで、ちょっと申し訳ないですけど、っていう感じだったっていう。うん、そうだね。就活はそんな感じかな。ざっくりとそんな感じ。うん、まあなんかすごいミーハーな就活してたなとは思うけどね。商社大手。商社大手、ほぼそんな感じ。だよね。メーカー、商社。そうだ。うん、でも、海外に行けそうなやつみたいな。あ、そうそうそう。軸としては、やっぱその海外に、行けそうなやつとか、なんか海外の関連の、まあなんかビジネスしたいなっていうのがあったから、まあそれってやっぱりその留学した、経験もそうだし、なるほど、ね、まあ、自分としての、あ、自分のその強みが活かせるような会社がいいだろうなっていうのがあったし、なるほど、うん、という感じ。じゃあ埼玉で生まれ育った僕たちって話なんですけど、入社した後は埼玉力は生きてるわけ、うん、埼玉力いや、わからんけど。てか、埼玉力って何なの？俺もわかんない。パワーオブ埼玉、うん、なんか、あの謙遜できる力。ああ、なんか自分の立ち位置をわきまえて、わきまえて行動できるっていう意味で言ったら、その埼玉で育ったことは生かされてるんじゃないかな。春を知るという。そうそうそう。特にサラリーマンとして働くにおいては、やっぱり、確かに。そうだね。絶妙な埼玉力が、まあ、生きてるんじゃないかなと思う。そうだね。そう。これは東京もんでは、東京できない。何かがあるかもしれない。なるほどね。まあ、埼玉力っていうか、なんだろう。まあ、英語とかもそうだけど、まあ、過去の経験というかね、うん、生まれ育った背景が今に生きているよという話で、今の海外に駐在してて、うん、そうね。うん、まあ、だから、自分が学生の時にイメージしていた生活を、今歩んでいるに近いと。いや、本当に、そう思う。うん。まあ、そういう、なんか、地域とかは、あの、うん、もちろん、どこに行きたいとかっていうのはなかったんだけど、うん、でも、海外で、現地に行って、駐在して、うん、ガンガン働きたいっていうのがあったから、はい、まあ。そういう意味では、すごい、あの、思ったことに近いことが今できてるなと。そうだね。それは、まあ、喜ばしいことなんじゃないかと。あ、間違いない。あとね、その、まあ、埼玉というか、コーマスの岡野家、うん、で、確実に親父の功績だなって思うのは、家族全員で、子供たちがちっちゃい時にバリに連れてったことですね、一週間。あったね。あれはね、マジで。小学俺は小6なんだよ。だから小4なんだよ。小4か。で、健三が小2。で、はい、まーちゃんが一番チビが3歳とか4歳の時。うん、に、インドネシアに1週間から10日ぐらい、その、うちの家族、父ちゃん、母ちゃん、4人兄弟6人、プラス、なんか、おじさん、とか、うん、おじさんも死んだおじさんとか、うん、で、みんなで行って、うん、なんかね、あれ、しかもそれが、ザ・ベタな日本人の海外旅行2泊3日行きました、ハワイツアーです、じゃなくて、うん、結構ガチのローカルをね、結構行ったんですよ。あ、そうだったっけ？そう。そっか、そっか。そう、なんか普通の観光客だとそこまで回りきんないんだけど、はい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 、なんかその時間が長いから結構いろいろ行ったわけですよ。ああ、でもなんかそういうの覚えてるかもしれない。そう、うん、あれはね結構原体験でなんかあった感じがしてよかった。確かに原体験、そうだね、なんか直接結びついてるかって言ったら微妙かもしれないけど、うん、でもなんかどっかこう原体験とかサブリミナル効果的な感じで、あると思う。絶対なんか今こういう仕事だったりとか、まあ、留学とか、うん、なんかところどころ人生の節目においての決断には、うん、まあ影響してたのかな、してる気はするんだよな、うん、確かに。しかもそれが2泊とか3泊とか短い期間だったら非日常で終わるんだけど、うん、ちょっと長いと若干日常になるから、うん、そう、なんかね、それはね、なんかね、 あったんだよな。だから親父がその連れてったのもあったかもしれないけど、僕大学3年の時インド1ヶ月行ったりして、うん、そしたらまあユーマの方はアメリカ行ったり、まあいろいろ東南アジア行ったりとか、うん、まあボロボロやってたけど、三男坊もインド行ったり、で、なんか、世界一周みたいな、なんかやってたね。やってたよね。確かに。本当に大学生がやる、ほんと、ヘタレ大学生がやるやつなんだけど。とりあえず自分探す。自分探しても何も出てこなかったってオチが毎回やってた。みたいなものやったり、で、四男坊も、そう、うちの四男坊は大学1年の夏に行ったの。インドに。1ヶ月。1ヶ月ぐらい。はいはい。で、それは、お兄ちゃんとかやってるから、俺も行こう、みたいな。ああ。
なんか、そういう流れができてた。流れはできた。流れはできた。別になんか、その、池とかではないけど、うん。誰も強制はしてない。強制は全くないんだけど、まあ、なんとなく、外に出てみたい。外に出るという流れ。そうだね。が出てた。それはあったかもしれない。そうだね。だから抵抗はなかったよね。抵抗はない。さ、別になんか、改めて作るとかっていう感じじゃなかった、ね。ああ、そうだね。なんか、継続してみたいな。継続してみたいな感じだったから。そう、だからそういうのは、なんかそういう流れを作った親だなという気はする。うん、そうだね。もう多分全財産をかけてたんだよ。そうだね、うん。それにどんどんつぎ込んでもらってた気がする。確かに。っていうね。それはまあ感謝です。うん、っていう感じで。そんな感じかな、とりあえず。いいのかな、こんなんで。まあ誰か聞き、物好きな人は聞く気がするんだ、ね、そうね。はい、じゃあありがとうございました。はい。